まあ行ってます。あと2000メートルで早激い。突します。激突。今度は小型の特攻船作ったので。毎回作って言ってんのか。小型赤ちゃ船んならのすぐ作作るれのもる。早い。確かに。小型船ならすぐ作れるけど。別に形状にこだわらないんなら、そらサム適当にこう持って作るだけでいい。いけるっちゃいけこるのけど。間、ネルポンさんのチュートリアルで作ったやつにちょっとすらスタッフ増やしただけで。あれでいいよな。命中させた。船特攻させて自分は飛び降りたけど撃ち殺された。デコイが使えるんじゃなかった。こういうの質問みたいなんだけど、デコイが、その決められた射程内にあると、タレットはそっちに打つんだっけ？デコそう、イそっの。ちが強制タゲになるみたい。Weapons will completely ignore all other blocks って書いてある。And only fire at the decoys って書いてあるね。まあ、3人いれば、2人がデコイになればいい話ですよ。まあ、それはそうだけど。あと、だから、優先度が確実にこっちが高くなるから、デコイが高くなるから、あちゃも、デコイを鋼鉄で囲んでもいいのかな？さすが、さすがだな。デコイはどうやランディングギアで運ぶ感じなの？運んで切り離す。デコイはどうなんだろう。普通に、ペコってつけとかとかじゃないの？違うんかな？その特攻船にデコイ1個つけてみればいいんじゃないの。確か聞いてなかった。 まだ垂れて生き残って。どっちの方がいい？俺になれるか。ああ、死ぬ。タイミング方がいなくなったんじゃない？今撃ってあ、いくんでる？すか？あ、いるわ。重なってて見えなかった。シップが向かってます。
の存在感がやっぱすごいな。おかしい、縮尺がおかしい。ミヤコさんがこっちに戻ってきてる。新しいの作ってるか。どうやって作ってんのそれ。なんか空中で作ってる。空中。最初ランディングギア出すとき空中に出せるから。あれ出せるの？なんか気づいたら出せてた。あ？嘘。出せるの？え、前に出せる気がするけどな。なんか出せるから便利だな。でもそれ固定されてないんでしょ。うん、だからレディオで焼くときに気づいたら飛んでっちゃいます。あちゃんも私初めて作ったときからそうしてましたよ。え、嘘？宇宙に何か出せたっけ？あちゃんもどこででも作れるのかと思って。ステーションだけかと思ってた。一つ思ったけどさ、うん、それぐらいだと自分の船に接続する形で作って最後切り離せばいいんじゃない。接続する形で作って基地のウェルダーに当てて打って最後切り離せば別の船になるんじゃないの。と今思ったけど。まあ別にランディングギアを置いてもいいのか。ランディングギア切り離さなくてもランディングギアでもいいかも。あちゃんも近づきすぎてた。作って
量産できるんだよ。ああ。実装すると話は出てるかも。それ何？ここに出こいよ。すごいことになってます。何かと思った。次からポンポンポン作った方がいいような気がしてきた。好きだし振り回されない超強力な船を1個作っとけば、あとはそれで持ち上げて焼き小屋に押し付ければ。あー船にランディングギア、うん、これでいいんじゃないの。
なんか飛んでってますけど。あ、今操縦してます。おまだ前のスラスターがついてないんで難しくて。ここあれやな、難度高いなでかい。ガレットプルフグラスがもったいないな。あちゃも、宮岡さんも起きてるのかな。あちゃも、同時に飛び込もう。いや、まだ宮岡さん船作ってますけど。キツエリとあれ便利すぎるな。無駄にこんなにいっぱいユルダー作った甲斐があった。長さはいっぱい。初めてそのこんだけ幅があるのが役に立ってる。性能を生かしきった。頭の上のは焼かなくてもいいか。一応焼いとくか。あ、そっか、間の骨組みのやつは焼かなくてもいいんだな。先っぽにデコイがついてればいいんだけど。いいんじゃないの。電気が川いらないって書いてある。ん、何がデコイ電気供給いらないらしいよ。どういう仕組みだ。これシップで、距離感がつかめないな。この船から離陸できた。あ、え、あ、ラスター1個付け忘れてたな。まあいっか、そんなに支障はないだろう。いきます。よし、こっちもできた。あ、マイニングなんとか消えた。あ、消えた。あちゃもそのあちゃも、あ、そう、ちょっと離れてる。あ、今ちょうど死んだ。ああ、死んだから。こっちの
どっちにしようか。マーシャルなんとかにしますかね。はい。いや。アンテナがないから、フェイクさんがどこにいるのか。ああ、そういえばそうだ。こっちもアンテナ。エステのやつにそんなにあるの？肉眼で。肉眼で。認識しましたか。これ、ちゃんと、スラスターさ、船体を斜めにして、スラスター3方向をちゃんと吹かすと、加速が速い。失った。あ、じゃ太陽の方の。太陽の方、そうですそうです。太陽の方に向かってかっ飛んでます今。もうスピード、104まで行ってるんで。ダンパー切るの忘れてた。いいな、デコイ戦、いかにも宇宙的だ。なんたらって船の形状知らないんだけど、4500m。 1000m だ。あちゃも、マイニングは裏出た。あちゃも、すごく遠くに。裏出た。あ、出てる。マーシャルはシビルシップなので、ラージの中では一番楽のはず。朝もサクッと。ちょうど太陽の中だ。1300。あれ？どうだ？まだ2キロぐらいあるんだけど、距離。あれ？おかしいな。フェイクさんが、なんか、動機が遅いのかな。こっちで秒速100メートルで。104.5 です。850。これから突っ込みます。どこだろう。ちょうど今太陽の中に敵が見える。ああ、そっち側から来てんのか。あ、見えた見えた。ヒロ800。どこにいんの。ああ、撃たれてる撃たれてる。あ、折れた。でこい、でこい柱が、でこい柱。降りた後でも、どこへ行ければ、うん、あ、特攻影だけど、あちゃんもうまく切り離せたのかな。いや、切り離すとかじゃないよ。まあ、ある意味切り離されてるのか。飛び降りると死ぬな。
馬戦がどこにいるのかちょっとわかんないな。もうやられて、当たらずに吹っ飛びました。あちゃんも生身でゴー。死にました。あちゃんもレスキューから復活を。ああ、レスキューいたのか。そのレスキュー動いてるから死ぬんじゃない。あちゃんも止まった。あちゃんも止まった。止まった。あ、復活した。100メートル。じゃあ俺も行きますいか。行きますいか。待っていかないとね。最初なんて言ったんだっけ。行きますよ。行きますよ。行きますよです。すっかり忘れてた。いか。めっちゃ、おお、めっちゃ打ってきた。ランパーオフにして、リガス。そして、あれどっちだ。どこだ、こっちか。よし。お、お。いよいよ。死ね死ね死んだ。いよいよ俺のデコイとか意味あんの。あちゃんもわらわら。全然おとりになってる気配がないんだけど、なってると思います。多分俺の何メートルまで近づいてるの今。500なんてつうか、こっちがおとりになってた。あれ相手に死んだ。あちゃんもさ、二人で撃たれまくって死んだ。よし、っか俺の船も。あちゃんも横移動するといいかも。死体をさらに撃たれた。死体がびっくりびっくりしてた。ウシップ病院から。あ、この病院すごいな。宇宙空間に直結してる。横移動してると、弾の軌道がかっこよく、弧を描くように見える。うん、そうそう。スクリューシップ病院って、宇宙服着てリスポーンしないと即死する仕様なんですか。宇宙空間と繋がってて。近況はどうなりましたか。あちゃんも死にました。サイアタック死にました。3人同時で行かないと、うん、まあ、形状を確認できてないんだよね。あちゃんもタレット何個か減らすだけでもだいぶマシかもだけど、タレットが結構あんのか。3つ4つあったよね。弾切れを待つとかできるの。もうちょっと弾切れにはなると思うけども、あ、出た、あと死んだ。これはきつい。ターゲット3箇所、隙がないな。今回のパッチ前だったら楽勝だったんだな。なんかタレット全然当たんなかったみたいな。
はい、きつくなってるわ、確かが。ソーラーパネルの方から行けば、ああ、でも、ああ、ソーラーパネルの間に、タレット行けばいいの。あ、まだ生きてんだ。え、これいけんの？ああ、ソーラーパネルの側から行けばちょうど四角だ。ソーラーパネルの側ってどっち？頑張ってる。エスケーシップと逆側じゃないですか、それ。うん。ああ、死んだ。一旦追い越せばいいのか。どこに体当たりしたら効果的かも調べつつ。ああ、どこだ。なんかリアクターぶっ潰すのが一番早いの。まあ早いけど、確かに。タレットが分散してるからな。多いなぁ。大型戦。痛い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 。あちゃんもリアクター壊してもソーラーで生きてるかも。ああ。バッテリー積んでるかなぁ。もう宇宙シューティングゲームになってきた。いや、これは延々とレスキュー病院から人が生身で特攻してくるっていういやいやいや、シューティングゲームってシューティングされてるし完全になんか宇宙時代のテロリズムで撃たれる。いや、ソーラーパネル側でも撃たれてますよ。いや、ソーラーパネル側だと四角になってるから。いや、超撃たれてんだけど。あ、一台は溜まったかな。ちょうど真ん中に行けば。いやー、それは難しいんじゃないかな、さすがに。既存の状態まで行ったんだけど。あちゃんも音は鳴ってるけどダメージ受けてない。ダメージ受けてない。まあ宮岡さん、宮岡さんが撃たれてる。今のうちに、今のうちだ。誰かが犠牲にならないと。あ、ちょ、ちょ、ちょ、こっちにも来た。あ、で、で、死んだ。うわぁ、死んだ。いいなぁ。弾どんだけ積んでんだろう。そもそも戦闘員でもないのにな。まあ、めちゃくちゃ多い。
デコイをつけた船を遠目からダンパー切って接近させて、その間に生身で行くみたいなのが、怖いのかな。おっせん垂れてるけど誰だ、タオさんかな。いや自分です。500メートルぐらいの距離で撃たせて他の人が近づくのがいいの。まあ一番近づいた人が撃たれるんだけど。あ、で死んだ。ちょっとひどいこれ。これはダメだな。諦めてプライベートセールの方に行きますか。結構厳しい。プライベートセールを奪ってから。奪ってから。ダブルアップです。あちゃんも、あ、惜しかった。本当に、レスキューシップのあたりまで弾が、弾が飛んできてんだけど。今、3人揃ってるから、同時に特攻をかけますか。ストリームアタックで。撃たれない。あ、撃たれてる。チャモさんが犠牲になっちゃう。ああ、チャモさんが犠牲になったか。ああ、こっちにも来た。ああ、40%。ああ、やばいやばいやばい。あ、こっちにも来てる。カスタだけで 40% まで減るとか。死んだ。あちゃんも、あー命がとことん安い。当たるなぁ。ちゃんと、ね、あれ死んだ。反射射撃をするようになってるのかな。死体が撃たれまくる。これはダメかな。なんか厳しいな。回りながら進んだら撃たれないと思ったけど、普通に死んだ。うん、それ前はいけたけど、なんかもう結構かなりきつい。今回のパッチで相当優秀になったんじゃない。
こんなすごい優秀にしてる部屋があったら他にやることあるだろじゃあ、あっちのプライベートセールを狙いに行きます。1万2000メートルプライベートセールぐらいなら生身で普通に行けるかだいぶおかしいね、言ってることレスキューシップの足にデコイを、足でデコイをつけて、で、デコイだけ切り離せばいいんじゃないの？デコイ、だから、スモールシップの足にデコイをつけて、ギアを取ってから、アチャシップじゃない、レスキューシップの足でそれを拾って、で、近くに行ったら、でこいぶん投げればいいんじゃないの。どうですか。あちゃもグラビティジェネレーターで飛ばしましょう。いや、グラビティジェネレーターは無理なはず。船のパーツだから。あちゃも、そっか。まあ、小型船でもいけんじゃないの、ランディングギアつけて。うん。まあ、別に。いや、まあ、大抵、レスキューシップが来るから。それでいいんじゃないかと思っただけで。デコイをなんかアーマーブロックで囲んで。の方がいいかな。いや、うん、さすがに、さすがに毎回船の構造から作って捨てるのはもったいねえなと思って。確かに。なんかアーマーブロックで囲んで、中にデコイを詰めといて、破壊されたら、クラスター爆弾みたいにデコイがバラけてみたいな、そういうのが理想の。これはでも、試着せずに囲まないとダメなんだな。ライトのヘビーって、なんかいるな。電源なくていいっていうところは本当にそのまんま。うん。いますよね。ランディングギアで。プライベートセールまであと500メートル。早い。秒速100メートルだとちょうど1万メートルは 100秒で分かりやすい。スモールシップの、ヘビー。別何個使うの ?5 個ぐらいじゃなかった。意外と安い。あちゃんも5個です。5個か。意外と安いな。まあ、スモールだからそんなに持たないんだろうけど。プライベートセール最初撃ってきてすぐ撃たなくなったから。そうプライベートセールなんかね、そうなんかね、一旦ちょっと撃つのやめる。あれは謎いけど、あのタイミングでこう張り付くと楽なんだけど。どうなりましたか。死んでるのでまた100秒間待たないと。
あ、いえいえいえ、あ、で、で、で、おー、しむ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 、あ、死んだ。私も死にました。レスキューシップ自体を近づけた方が。アチャモ、そして強奪完了。はい。アチャモ、と同時に挟まって死んだ。アチャモ、せっかくうまくいったのに。これ入った。あ、入ってる。
くんない。あちゃんもどうですか。なかなか乗り込めないんだけど。ガクガクで。そしてあちゃんもさんの死体が。ガタガタしてうるさい。あちゃんもシクシク。なんでこれ速度一定のはずなのに。入れないんだけど。すぎるこの船。
あちゃも、まったくもう。いや、ありえないですよ、こんなの。あちゃも、あれ宮岡さんは。いや、無理ゲーだって、こんなの。あちゃんも海賊王になれませんよ。あれ、チョコはどこに行った。あちゃんも近くにいます。じゃあ、マイニングパウラー、パウラーって何なの。あちゃも、なんだろ。運送業者。あちゃも、ハウラーって読むのかどうかもわかんない。ホーラー、ホーラーか。ホーダーは一番でかいやつかな。プライベートセールは確かに遅いな。
モーターは、モーター不足かよ。モーターが猛烈にない。でかそうだな。ミサイルが。とてっぱらに当てた。どっからリスポーンするのが近いんだろう。あちゃんも隙ができたので張り付こうとしたけど、あちゃんも白が20しかなくて、あちゃんもすぐ死んだ。ちゃんも今のはすごく良かったです。どのくらい壊れてるか。あ、大事なもの忘れてた。結構字がカクカクしてきた。
あちゃもレスキューがスラスター破壊されて遅すぎるので薄で向かいます。両面に3つずつぐらいある。こういってラジオコミュニケーションコンポーネントいるんだ。耳にいるんだ。アチャも、ついた。ついた。アチャも、薄だけに。ああ、近くに来た。ついたですか。こっちが当たると1個だけなのね。ここを潰せば、この店に行ける。ああ、死んだ。アチャも、薄、安全病院は安全だな。安全病院、氾濫しすぎでしょ。どうかしかも安全歌ってて。アチャも、ひくひく。そうでもないか。安心病院と安全病院。これはちょっと危険病院にして。あちゃも、足に張り付いたらいけそう。あちゃも、ぶつかって死んだけど。いけそう、死んだけど。いいかもな。
ミサイル撃ってきた。赤の足、確かに足が四角。あちゃもうまく止まれない。あちゃもくっつけたらいいのに。あちゃも薄の中に素材が基地並みにあるから、お、足に張り付いた。あちゃもここで突撃の飛行機作りましょうか。あちゃも、お、足んとこまで全力で飛んで、あとタンパー切ればすぐ張り付ける。
ドーマーブロック1枚抜いただけで見れた。中で持ってきてもあちゃんも乗り込めない。ああ、垂れついた。ひどい。すげえ。あちゃんも裏からタレット剥がせないかなー。じゃあもういけた。そういうこの船止まってんの。あちゃんもミサイルタレット壊した。生きてんの。うちじゃないと。あれ。今どこ行ってんだ。今マイニングホールの中に。お、もうしてる。重力してた。中にタレットが。あちゃんも忍者さんも手伝って。大変です。あちゃんも薄から。
デコイ、デコイ打ち出し戦を、あちゃも、打ったところです。もう外側のタレットは無力化してあるんですかね。ああ、まだ生きてる。けど安全な侵入経路もあるので。外側の方はちょっと保湿の威力を試そうか。すぎてすぐ飛べないな、これ。飛んでいってるな。よし、でこい射出。あちゃんもミサイルタレットもう一個撃は。あちゃんもあちゃんも一気撃は。撃は。適当になってる。ああ、かんな。ちょっとめっちゃ撃ってくる。あちゃんもずっと撃ってる。下打ちしてる。あちゃんも上から行った方がいいかな。弾切れしてくれればいい。あ、でこい撃ってるかな。出して、いや、こっちの下を撃ってるだけか。ちゃんもアエネルギーが来ました。ポイランチョどうすればいいの。足がついてる方から入れます。足がついてる方ってどこだ。ついてる方。あちゃんも死んだ。ついてる方。ああ、役があまり来ちゃった。今の
フェイクさんの方から見た話です。えででででででで。これなんかピコって今取れたよ。痛い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 死体が死体死体蹴りが激しいな。どっかリスポーンすりゃいいんだ。ウスかも。ウスで、ウスから出てマイニングホーラー見たときにマイニングホーラーの左側が足です。左か。全速で飛んで近づいたら左は回転すると左は変わるんですが、ウスの穴から出て回転、穴からすぐマイニングホーラー見た時の左側です。うん、見ればいいか。あちゃもあれ一発も撃たれなかった。ああ死体撃ちしてほんと紛れだった。あちゃも犠牲が。もう玉切れになってんの。なんかボタンパネルがある。何なんだ。押してみるか。あ、アクセスできないんだ。よし、でこういうとこか。このガラスの中で。あちゃも、茶色がゴロゴロしてる。すごいな、茶色。あちゃも、広い。休憩所に椅子を作れば休めんのか。ボール早すぎる。ボンって言ったけど。
アチャもリアクターハッキングした。それはなんかいいことあるんですか。あ、重力あるんだね。アチャもタレットが止められます。アチャももう遅いけど。もう犠牲が出てる。でけえな、この船。アチャも迷路みたい。ランパーオフになった。めちゃくちゃ飛んでいってしまった。アチャも操縦席ないなぁ。アチャもあれ、あ、こっちちゃうわ、逆か。また逆に来ちゃう、来ちゃった。また逆方向に来てしまった。ちょっとぶち抜いてみようか。じゃあリアクターだった。あちゃんもコックピットあった？ていうかここにドアがあるからここ。ここからリアクターの道場。え？普通に外じゃないの。外に自分はいるんですが。違うドアか。いや普通にここに船の上にドアあるんだけど。このドアぶち壊してみようか。ドア買って。横のアーマーブロックぶち壊そう。アチャも中から繋がってなかったのかな。隠し通路なんじゃない。それにドアから入ります。正確にはドアの横をぶち抜いて入ります。あ、もう内部構造が見える。あれ横にいた。入り口っぽいじゃん。あ、重力がよくわからんかな。あれ？あちゃんも何もなかった。何もないの。なんだこりゃ。ドアがものすごくデータっぽいんだけど。でもあ、でも、なんか、内部ちゃんと作ってあるの。最初の特攻でコックピット消失したとか。壊れてるところよく。ちゃんと内部作ってあって、すごい。このチューブが明らかに斜めになってる。
椅子が置いてある。これは置いてあるっていう椅子か。あ、そう、当然よ。当然。ジェルいっぱいあるな。でか。新しくコックピットを置いて、そいつでコントロール取れるの？取れるんじゃないの？このボタン類は何なの？ロート。なんかこれでドアが開くとかそういう、あれじゃない。置いてある。だな。どこが？インテリアローテとロートの位置。ハンガードア、ロートの。ああ、だからなんかギミックがあって、ローターで開く部屋とかが。かなぁ。ここの上は？ここ行きましたか？あ、ぶち抜いてるのか。おぉ、なんだこりゃ。意味がわからん。ああ、いや、ドアだったから横をぶち抜いてる。いや、ドアの先がリアクターっていう。意味不明すぎる。どういうこっちゃ。ないっすね。ちょっと待って。ああ、そっか。ああ、そっか。いや、超音波動しようと思ったら、自分のじゃアクセスでだとできないのか。何でも、いや、超音波動すればいいかなと思ったら、アクセスでないとのやつは超音波動できなかった。でも、コントロールステーションってあるから吹き飛んではない。材料が散らばりまくってんだけど。向こう宇宙が見えてます。もうね、すぐ。外壁なんだ。大丈夫ない。これの下は？エディアマブロックかよ。うわっ、きつい。あちゃも、ガシした。椅子作った。下のパイプが通って。ああ、違うな。この先は宇宙だな。これより下は宇宙か。この船はこっちに向かって進んでるってことは、
お、いて。なんかラグって壁にぶち当たって死んだ。ひどい。ブスから結構離れてんな。ボスかなんか全力でこっちに来てる。あちゃも死ななかった。さすが安全。っていうか、いや、逆方向に進んでるから。走ってても死なない。いや、逆方向に走ってるから、スポーンした瞬間、ウスカが飛び出るんだけど。あちゃも、そっか。スポーンしたら宇宙に放り出される。ひどい。どこだろう。あちゃも薄に材料いっぱいあるので。あちゃも死体が浮いてた。ちょっと外側からロータン見えるな。あ、ここがカパッと開くではないか。チューブが穴から出てる。グラインダーが降ってきた。
外側から攻めてみるか。あちこち穴だらけだな。お、ローター動かしたら。おお、開いた。お、すげえ、かっけえ。おお。あちゃも、おお。これはかっこいい。左右は開くんだ。かっこいいけど、特に関係はなかった。かっこいいけど。こういうギミック作れるんだなぁ。作れるか。あちゃも、薄の蓋を作ろう。どこかわからない。ん？でも悪そうなとこそんなないよ。どこだろう。じゃあもうリモコンで動く船だったりして。いやさすが、いやコントロールステーションあったっつってんだろうな。この色にアクセスすればわかるでしょ。うわ、このエリアか。違うな。どこだ？どこだ？あ、たぶんジャイロ取れて暴れてんだ。エビアームブロックの先とかかなー。
どこだこれ。コピットはこんなに厳重に隠すもんなのか。わかんねえ。この通路が怪しいな。そうなのか。お、なんか見たことない通路が。お。あちゃもお。なんかあのコンテナがたくさん あったあった。お。コンテナ部屋の2階のところから。あの上に上がれる通路があって、怖がらんもん。ずっと先です。ここです。後ろの部屋のコンテナ部屋の2階のここにエレベーターみたいな通路があって、ここから登ります。おお、なるほど。あ、なるほどね。外から見るとあれなのか、普通のブロックに見えちゃうんだなこれ。進めないんですが。すごい通りづらい。船が動いてるからか。声が邪魔すぎる。使うにはめちゃくちゃ不便。うん、すげえな。あ、でも確かに構造としてはなんかそれっぽいな。うん、あちゃもコックピット狭い。狭すぎる。な。ま、不便すぎる。え。アクセス取られた。アチャモさんが直したから、アチャモさんの権限になってるから、ノーバディにして。そして船をダンパー効かせて止めて。あちゃも、オッケー。どこよ。
田もマイニングアチャラーになった。モチミングアチャラ。持ち基地に持ち帰りますガチャーになってる。ああなるほどね、足だと思った方が先っぽで、ああなるほど、右肩に操縦席がついてる。ああ操縦席は真ん中ラインと思ってたからな。ライトのところを削れば一瞬でたどり着けた。なるほど。あちゃも次回からはそうしましょう。ライトの真後ろだ。ミリタリーエスコートが1400メートルまで近づいてきてるんですが。アチャラはアチャラでアチャラで突っ込みますか。アチャも早くずら借りましょう。アチャラで特攻して、こいつなら撃たれまくっても相当耐えられそうだけど。エリアマブロックも使ってるしな。なんか猛烈に手に入るな、これ。見たりですか。確かに近いな。近いから行く。近いんですが。武装は…サイド…撃ってきてるんだけど。もう撃ってきた。じゃあ、デコイランチャーの威力を出す。ここに打ちました。マリマス打てないな。
感が全然わかんない。痛いのか当たるのか。おわーっつった撃たれたの、一方的に撃たれてるのかな。あー外れた。全然サイズ感が分かんなくて。ぶつけさえすれば。あちゃんも、あー、裏に張り付いたのに。いて死んだ。ダメだこりゃ。かける形だと打たれる一方だ。パイロット席は。席狙われてる。あー死んだ。しまったな、ダンパー切ったまま。やらん、あちらが壊れてしまった。やらんが撃たれてるような気がするけど。操縦席壊れて死んだんで、操縦席を作り直さないと。さよなら、あちら。操縦席は資材なんだっけ。割といろいろ言ったような気が。ファイトシートでいいの。インテリアプレートとコンストラクションコンポーネント、コンプレート100。ディスプレイ。ちょっと吹っ飛んでいってんだけど。レースミンスタリエスコートを諦めるか。資材は持ちました。あとはチャラーに取り付けられるかどうか。ああ、午後7時半か。アチャも、アチャラーまだ撃たれてるのかな。アチャも、かわいそうなアチャラー。もうあんだけ離れてると撃たれないでしょ。
それはかわいそうだからちゃんと解体してあげないと。あちゃも、それを新しいレスキュー船にすれば、あちゃも安心。なんかボコボコにやってんじゃない。うわぁ、跳ねて死んだ。ボスから 5000m。 チャランはどうなったんですか？チャランは今 5000m の彼方に、メートルの彼方に 6000m。 だからブスから遠いんじゃない？確かに持ち気力からだったら3700ですよ。今コックピットを取り付けようとしてるので、むしろ方角的に宮岡重工からが一番近い。すごい、ね、
アチャもミリタリーアチャコートになった。はマジかえミリタリーエスコート捕まえたのかどうやって奪ったのすげえ無理だしすぎる。アチャも資格がありました海賊すぎる。いや、プロは違うな。アチャも、ああ。アチャも、タレットが生きてて。アチャも、自分の残骸を売ってる。パッセンジャーシートから船のコントロールってできないんだっけ。スラスターコントロール。スラスター、あ、でもダンパーはどうやって効かせるんだ。ジャイロにアクセスするの。パッセンジャーシートとリモコンつければいいんじゃない。パッセンジャーシートからリモコンに、あー、アンテナがあれか。が今船が秒速50メートルぐらいなんで非常に難しいの。いる。パッセンジャーシートは取り付けてあるから座るのだけだったら。アチャも重力も切れたのかな。重力も生きてる。コックピットだけやられた。ダンパーを制御するのは何でできるの。コックピットかリモコンじゃないとできないのかな。今赤で向かってるので、あの外壁にコックピットつけてくれれば、うん、います。あ、いいな。あ、ぶつかる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 。あ、ライトダメだこれ。速度で動いてんな。また死んだ。一応外壁には取り付けたけど、材料もあったかな。俺持ってはいいか。
配らずに敷地に持って帰るべきだった。900m。横の空いてる左舷の方向、空いてるとこの近くに一応骨組み引っ付けたけど分かりづらい。どいてる方からとりあえず近づいてみよう。ほう、ここかな。よいしょ。あ、なんか。あれっぽい。中になんか変なのが、ぶこってついてる。ですね。これはしかし、やりにくい。ああ、あーあーああああ、ぶっ壊れた。っていうか、ぶち当たって自分の船も大破しました。あ、俺は生きてる。やべえ。どこまで壊れたかな。いや、ダメだ。ああ、ウェルダー3つなくなってるな。ウェルダー列とウェルダー側のコックピットがなくなってる。これはちょっと作業を続行できないな。さよなら、チャラ。ちょっと無理ですね。あ、取れた。どうしよう。なんだ。ガン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 音がするな。
普通に高校してるだけでコンコンと音がするようになったんだけど。バランスが悪いからかな。ゴンってなって向きがなんか微妙に変わる。あ、ダメだ。起動します。パッセンジャーシートに座ったからスラスターも、あちゃも、おう、座った後、え、こっちから何かできるんですか。スラスターも直接コントロールできれば、ああ、無理やりだ、本当に出ないな。でもスラスターなんだ。ワープ欲しい。あちゃもアチャラーが見えない。スラはもう生きてしまったか。距離は制限あるんだよな。端っこまで行ったらどうなんだろう。ワールドサイズは多分インフィニティみたいな感じのにしてはいるけど、あちゃも忍者さんからは見えてますか。カチャラは見えてるよ。多分もうすぐ見えなくなりそうだけど、アチャもそっちに行きます。ああ、もう見えなくなった。やっぱ三岡さんは持ち口とか見えてるんですか。ああ、見えてないね。アチャも、一のアンテナを、あちゃも、そしたら中継してないと戻れなくならないかな。一のアンテナを、ビーコンを最大にすれば、最大にしました。インフィニットにしましたけど、見えますか。まあ、見えますね。まあ、まだこっちのコントロール取ってないから、あちゃも薄見えますか。知らん。どうしよう、ワープドライブが欲しい。
茶も見えた。どっちにしろ無理なんだよな、資材なくなっちゃったから。あちゃも資材持ってきました。はい、その辺の解体して解体する余裕がない。何無理でしょう。あちゃんも何か解体したらどうかな。いや、溶接、あ、あと1個コンピューター100個持ってきて。コンピューターさえあればいけるな。うちの基地がコンピューター不足で持ってこれなかったな。あちゃも1000個は言ってる。これじゃ足りないな。あちゃんも宇宙サバイバルっぽい。サバイバルすぎる。本当にサバイバルすぎるな。やっぱり乗っ取った後は予備のコックピットとかリモコンをつけるべきというのが教訓。よくわからん。
なんかスラスターが1個いきなり消えた。なんだこれや。コンピューター捨てちゃった。最近消えるんだよ。じゃあもう近くまで来ました。中に入って作りかけのパッセンジャーシートがあるので、それを完成させてください。コンピューターさえあればあとはできる。すり抜けて変なとこ行っちゃった。空いてるところのから入って入った部屋に、あちゃんも飛ぶのはやい。コンピューター入ってないな。お茶もさんの資材を期待するしかない。こっちじゃないよ。そのジェネレーターがあるかも。あちゃんも案内して。あのボタンパネルとかがあったとこ。死にそう。ああ、なんとかそった。あ、コンピューターが浮いてる。コンピューターじゃないか、インテリアプレートか。
こ行った。ここのパッセンジャーシートがある部屋。あちゃんも外に飛ばされた。復活した。アチャも、あ、入れた。アチャも、入れた。完成した？アチャも、外に飛ばされた。アチャも、でも入れた。あ、入れただけでまだ完成はしてないってことか。じゃあもうディスプレイいらないのかな。ディスプレイも必須だっけ。多分ディスプレイなくても大丈夫じゃん。なかなか溶接がすごい。チャモさんも焼くの手伝って。じゃあもう忍者さん薄持ってきて。遠すぎんじゃない。どこにいるかわからん。あちゃんも薄からはいて。あ、薄からは配るのか。ちょっと待って。あちゃんもさっきまで近かったのに7000もは慣れてる。だけに察するって。土地が命が軽すぎる。一応ディスプレイ持ってきて3つ以上。あちゃんも持ちとして生きる。すぎる。そう、姿。あちゃんも薄から生まれて姿いけばいいでしょ。
これだ。ああ、いたいたいた。うす、うす、ジャイロ足りてないんじゃないの。方向転換が猛烈にできないんだけど。あちゃんも足りてないです。もう最後は足りてなさすぎる。うす、速えって思ったけど、全然速くないな。加速、そんなに加速性能良くないな。ライチスロッサーにした方がいいんじゃない？ジャンパー切って。ライチスロッサーにした方がいいんじゃないの？加速悪すぎる。なんか。あちゃんもデザインが崩れます。まあ、ラージもスモールも、スラスターは効率同じだからね。同じなの？同じですね。ああ、死んだ。チョコに蹴られた。ていうかね、重量がやばい。キロでしょ？あのね、このフェスね、1000トンある。すごい。ああ、嘘で死んだ。あ、死んでないか。まだ生きてる。このフェス1000トンあるんだけど。あちゃんも薄に椅子があるはず。いや、普通に生身で行った方が多分早いと思う。加速性能が全然違う。どうそう。めちゃくちゃ遠いな。もう拠点が2万メートルも先だ。おー、や、遠いな。2分ぐらいかかるかな。スピード変わってないのか。全然近づかない。大丈夫。自体もシュールだけど、このウスのコックピットもやたらシュールだな。
あと3700メートル。まだ8キロ、おい、全然縮まらん。これ持って帰るのも大概かかる。赤ちゃんも、あー死んだ。赤ちゃんもあと1ミリだったのに挟まって死んDだ。死んDだ。Dだ。2000。なんか遠ざかってんだけど。あれ？あ、なんかいつの間にかダンパーがオンになってた。あれ？奥に進んでたはずなんだけど。あれ？すごいね。あちゃんも14キロしか出てないじゃないですか。あ？40キロまで出てるよ。なんかいつの間にかダンパーがオンになってて止まってた。あちゃんも強い。加速性能悪すぎる。あ、でもさ、アイテム、いるや、材料いるやつやったら取っていかないと。1ミリでいけるのよ。もう材料はあるんですか。ディスプレイだけ足りないんだけど、多分必須ではない。あちゃんもディスプレイ3足りなかった。足りない。あちゃんもいらないのかも。0.5ミリ。父さんは何してんの。あ、ぶつかった。あ、やっぱディスプレイ必要か、これ。あ、ジョーさん、ディスプレイ持ってって。進まない、これ以上。スでまた死んだ。
ウスで死なない方法ってあるの？え？いや、レスキルされんだけど。一回止めようか。赤ちゃんも重力回復したらだいぶマシに。重力回復？ヤマさんはひたすら死んでるような気がするけど。赤ちゃんも重力あるとだいぶ作用楽かも。え？嘘？アチャもアチャラーの。アチャラー重力あると重力ある状態で足つくと死ぬ。それで2回死んだ。アチャもええー。もうウストップスピードになってるからこのまま行こう。ずれてる。人の方が早い。あー、ぶつかる。あー、すすり抜けてグラインダー側に出た。ディスプレイが欲しいんだけど。